鎌倉殿から黒詐欺平野市よう新たな挑戦に期待と不安の声。NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13人がクライマックスに差し掛かる中、注目の俳優、平野市ようが新たな舞台に挑戦する。10月21日からスタートする TBS 系ドラマ、黒詐欺で平野は詐欺師を演じることになる。 しかし、その新たな役に対してネット上では期待と不安の声が交錯している。時政パパから黒サギへの転身に期待する声。第38話、時を継ぐ者、で、鎌倉殿に謀本を企てた北条時政を演じた坂東医や十郎の出演が終了し、平野市洋が新たな挑戦に臨む。 ネット上では、時政パパとしての講演が評価され、それに続く黒詐欺役に対する期待の声が高まっている。視聴者たちは、坂東が、鎌倉殿の13人で見せた表情の幅広さに注目しており、笑顔を見せると愉快そうな高校屋に見え、目つきを悪くするだけで不穏なオーラを放つことができると評価している。 これが黒詐役にどう活かされるか多くのファンが興味津々だ。時政パパとのパワーバランスに懸念の声。一方で時政パパとしてのイメージが強烈すぎ、平野の黒詐役とのパワーバランスに懸念の声も上がっている。ネット上では時政パパの対決相手が平野ってすごく弱い。金プリ平野と時政パパではパワーバランスが悪すぎないか といったコメントが見受けられる。これまでの俳優としての活動では、幅広い役柄に挑戦してきた平野だが、これほどの反響を呼ぶ大河ドラマからの転身は新しい試みである。視聴者たちは、どのようにして時政パパから黒サギ役への変身を受け入れるのか、注視している。慎重さからくる演技の難しさ。 バンドオ郎ジューロが183センチという高身長であることを公表し、若い頃はその身長が原因で演出から怒られることもあったと語ったエピソードがある。これに対して平野は高渉身長171センチであり、二人の身長差は12センチとなる。6月22日に放送された 鉄子の部屋で坂東が苦労した新調査の問題が明かされたが、これが黒サギ役での共演にどのような影響を与えるのか、ファンたちは興味津々だ。視覚的な印象も重要な要素であるドラマにおいて、役者たちの身体的な特徴がどのように融合されるかが注目される。平野志陽が鎌倉殿の13人。 から、クロサギへとジャンプする過程で、ファンたちは期待と懸念の入り混じった気持ちを抱えている。時政パパとしての講演が、クロサギ役にどのような影響を与え、パワーバランスの問題はどう解決されるのか、慎重さが演技にどのような要素をもたらすのか、これらの疑問がクロサギの放送を待ち望むファンたちの心をくすぐっている。 平野の仕様の新たな挑戦に対する期待が高まる一方で、時政パパとしての強烈な印象が演技に影響することへの不安も拭えない。しかしこの挑戦が俳優としての成長や新たな可能性を切り開く契機となることを期待し、平野の演技に注目が集まることは間違いない。 ドラマ、クロサギがどのような興奮と感動をもたらすのか、10月21日の初回放送を待ち望むばかりである。